マーブルアーチ駅は、ウェストミンスターにある、ロンドン地下鉄セントラル線の駅である。ランカスターゲート駅とボンドストリート駅の間に位置し、トラベルカードゾーン位置に含まれる。マーブルアーチ駅は1900年7月30日に、セントラルロンドン鉄道の駅として開業した。セントラルロンドン鉄道の他の駅と同様、当駅も、 開業時はエレベーターでホームと改札口が結ばれていたが、1930年代にエスカレーターを用いるよう改築されている。この改築により、ケベックストリートとオックスフォードストリートの角にあったハリーベルメジャーズ設計による駅舎は閉鎖、解体され、1932年に西側に新しい駅施設が作られた。ホームの壁は当初白いタイルだったが、 1985年にアナベルグレーがデザインしたエナメル画の壁画に交換されている。2010年に駅全体の近代化工事が行われたがグレーのエナメル画はそのまま残された。当駅の駅名は駅近くのマーブルアーチにちなむものである。マーブルアーチはオックスフォードストリート生誕のマーブルアーチ交差点にある。 オックスフォードサーカス方面からの列車が折り返すための引き上げ線が設けられている。ロンドンバスに10、16、30、36、73、74、82、94、98、113、137、148、159、274、390、414、436が 当駅を経由する。ありがとうございます。